今日なんですけども、みくるさんが中に言いまして、今日あのカイさん誕生日近いじゃないですか、うん、なんでちょっとみくるさんにお願いして、ちょっとねカイさんへのプレゼントを選んでもらいたいなと、ね、突撃で毎年恒例のね、はい、でしかも今日一緒にね撮影の予定が入ってるので、うん、そこで渡してもらえたらということで、うん、ちょっと今日はやっていきたいな、はい、もうすぐ出てくるんで、そうですね、ここをバシッと捕まえて出待ちします出待ちします、出待ちしましょう、はい、なんか緊張するっす。あ、来た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 、お疲れ様です。お疲れ様です。あの今日なんか撮影じゃないですか。あのちょっとその前にもうすぐ、カイさん誕生日だと思うんでちょっとプレゼント買ってもらえないかなと思って、毎年恒例の、はい、この時期がどうしてもちょっとお願いします。決まってないの？いや、決まってないです。ちょっとそこも選んでもらいたいなと。撮影許可いるじゃん。大丈夫です。もうそこもそれは取れてます。抑えてる。決まってるやん。じゃあ物は決まってないです。そうか、決まってない、はい、場所はどこだ？場所は、2年前買ってもらったのヌビアンさんです。原宿のところです。あー、宅間事件のね。そのタイミングで会うけど、やってること違うから。ああ、全くプライベートの話はしないですか普段？プライベートの話っていうか、そうだ、プライベート合わないジム以外で会ったことない。ブレイキングダウンとか格闘技関係だよ。あ、確かにそうですね。あ、会の試合来てくれるんですね。まあさすがにね。よかったっす。よかった。行かないとね。いつぐらいから入るんですか？まだ決まってないですか？まだちょっとね、仕事の関係についけるか分かんない。あ、まあ行くことは間違いない。はいはい。日本人のみんな一緒に行ってさ、大歓声出してあげようよ。そうですね、うん、アウェイになっちゃうわけでしょ。そうですね。今こそ3000人は行こうぜ3000人相当すごいですね。あの昔さ、はい、カイがロード FC で中国行った時もさ、はいはいはい、カイの友達たちが多分20人ぐらいしかいないのに大声援送ってたじゃん。なんか一番うるさかったって聞きましたけど、3000人いたら多分勝つと思うよ。そうですね。あそこ何人だ？ 4 万 ?1 万5000人ぐらい。あ、そんなしか入んないんだ。1万5000人の3000行って、3000が本気の声出したら、多分大歓声になるよ。そうっすよね。間違いないです、うん。チケットもう売り始めてるから、早く買わないといけないですね、そしたら。俺の友達もね、20人ぐらい行くよ。え？多分。そんな来てくれるんですか？すごいですね。ブレイキングダウン被ってなかったらもっと来てると思う。あー。確かに。いや多分さ、ダナホワイトとかもさ、はい、そうだし、まあその UFC をペーパービューで見てる人って全米にめちゃめちゃいるわけじゃん、はい、でその会場にいる他の UFC ファイターもそうだけど、はい、コナー・マクレガーってデビュー戦からアイルランドからめっちゃ人も連れてたのよ。あ、もう人気だったから、はいはい、でもデビュー戦から大歓声で、はいはいはい、で会の応援が3000人とかいて大歓声だったらただもんじゃないなっていきなり。ああ、確かに UFC から見てもそうそうそう、見せつけることができるね。日本から3000人連れてくるんだみたいな。行きましょう皆さん、お願いします。でしかも飛行機も案外そんな高くないんですよ。ラスベガスでしょ、はい、本気で切り詰めたら12万円なんですよ。切り詰めたらそうです。カジノで1回勝てばいいだけじゃん。確かに確かに確かに。おとといぐらい、おとといじゃない、先週4500万負けたけどどこ行ってたんですか？韓国4500万、20分どんな感じだバカラっすか？バカラやばい。いやーマジでさ、もうこの長い期間をかけてライジン6年か7年戦ってたわけよ、はい、でその集大成じゃないの、世界最強に挑むわけじゃん、はい、で勝ったらアジア人初の UFC チャンピオンなわけじゃん。もうみんな行くしかないでしょってことよ。めちゃくちゃ言ってくれる、ありがたい。 YouTube なんてその初期の方から登録してくれてる方なんてさ、ここ行かなくてどうすんのって話じゃんだって確かにアウトサイダーから知ってる人とかもいると思うけどさ、うん、3000人か、3000人来てくれる。飛行機取れないじゃないですか。まず何言ってんの、飛行機は何台も出てるぞいや結構少ないですよ。でも何を言ってんだ。いやでも行きたいね。
行ってほしいですね、はい、すごい本当に日本人でボって埋めたいですよね、やっぱ完成でただものじゃない感出したよね。そうですね、服屋だよね、あそこ。あそこ服屋さんです。何、俺知らないからやつの頼みを二人が選んだらいいんじゃない。いやいや、そこはミケルさんのセンスでやっぱ、ミケルさんのセンスでね、選んでもらいたいなという。じゃあちょっと着くまで君切ります、うん、はい、というわけで例のここねやってまいりました。はい、久々だわ。決まったわ、買うもの。え、早くないですか。早い。朝倉会は初登場を出して、次ショーンマリーと仲間で、はいね、はい、ショーンマリーと仲間だったらこれで入場するべきでしょ。あ、でもいいっすね、うん、はい、スター性というか絶対に言わんかった俺には分かる。あいつにこれは似合わん。多分俺似合うよ、逆にこういうの。え、ちょっと着てみてください。絶対着ないけど似合うと思う。ドフラミンゴドフラミンゴっすねドフラミンゴっすね完全にドフラってた。ドフラってました、かなり。でも海外だとこういうのすごいウケそうですけどね。キャラが違うじゃん。まあでも確かにそうっすね。でもなんかやっぱ海外だとちょっとキャラ変しようかな的なことは言ってました。じゃあこういうのか絶対着なそうっすね。普段どういうの着てたかすら覚えてないんだけど、割とシンプルな感じっすね。割と綺麗めというか、はいはい、これとかどうかな。これ何なんですかね、カバン。あ、俺ここで買ったこれずっと使ってるわ。あ、これ使ってますよね。使ってる、イグルさん。まだに本人いないとむずくね。まあ確かにそうですね。靴とかだったら間違いないんじゃない。ああ確かにそうですね。靴多分27とかですよね。 26.5 か。これいいじゃん、15。おお、これいいじゃん、全然あると思うけど。これもいいけどね、個人的に俺買おう。これ個人的に始まったっすね自分の会話の。これいいと思うけど。いいっすねこれ、うん、これめちゃめちゃおしゃれじゃない。かっこいい。はい、すいません。はい、これ28か 27.5 ってあります。はい、すごいします。これの朝倉会といえばこれじゃない。でも確かにそのカラーリングかもしれないです。これどっちがいいと思う。確かに茶色、僕そっちっすね。こっち、はい。斉藤君は、僕左です。でも甲斐さん右の方な気がしますね。だよね。はい、これもじゃあ27だっけ。 6.5 か 7 で、ね、でもなんか結構大きそうだから 6.5 とかでも良さそうな気もします。まあでも大は小を兼ねるっていうからさ。はいちっちゃすぎると履けないから間違いない。ウケさん最近甲斐ロエベハマってんすよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。この辺行こうよ。じゃあこれは同じ同じっすね。同じメーカー。これいいじゃん、俺これ買おう。これ買おう。サイズがちょっと26か29しかない。29。あ、でも台は小がありますね。いや、29でかい。こっち、僕はどっち系だったらあると思います。ちなみにちょっとこれが一番今回スペシャルになってます。あ、僕それ買います。あ、マジです。これだったらあるんですか。これめっちゃいい。ベロンいいね。あとこれ買おう、個人的に俺が。いいですね。ウキルさんサイズ何サイズなんですか、大体。分かんないんだよね。ダメでしょ。これも買おう。ちょっと、あれ、持ってきて。スーパーみたいなカバンスーパー、スーパー、スーパー。え、ロイベこれ。ロイベはこれです。この辺です。はい、じゃあ。この辺とか。あ、これ貝持ってますよ、なんなら。このズボン。あ、そうなんだ。はい、これ。はい、これ持ってる。持ってないのは分かる。持ってないのは、これも持ってます。これ持ってる。これは、まあ、もうあとここ持ってないです。あ、これとか良さそうじゃないですか、シンプルで。これね、欲しかったね。大森さんが欲しかった。この二つは行ってもいいんじゃない。これでもサイズ合ってんのかね。サイズは M ライ系だからいけるか。フライ系だ。確かに。これは履いてるイメージないけどさ。そうですね。その一個後ろのパンツか。あ、いいですね。これはこれは買うでしょ、買いは。はい、え、すごい、全部ですか。え、みぐるさん、みぐるさん、カジノで負けたんですよ、4500万。あれ、めちゃ高いですよ。そうなの。めっちゃ高いですよ。いくら。あれ、あの、多分今ので100は持ってます。100いった、今ので行った。100いった。あれ、
今上下中のやつがないのか。そうですね、この辺か。ピコ買おうじゃん、まあ、これは経費になるじゃん多分。俺のカジノは経費にならない。確かに確かに。これどう。あ、こういいですね。これでいいか。サイズがあればいいですね。サイズがちょっとこれ合ってるから全部確認して。全部か。これで結構いったんじゃない。いや多分相当。いや上下いったよね。はい、よし、じゃあ俺の買おう、ここからは。これの買い物タイムです。ここからはね、パンツと中はちょっと、うん、一番大きいのしかないみたいで、うん、多分ブカブカです。ああ、じゃあやめよう。どれがいいと思う。マルジェラとかも着てるよ、買い物。ああ、着ますね、マルジェラ13だ。あ、これいいじゃないですか。これかっこいい、これこの辺1個開けてね。ああ、いいですね。黄色の時計つけてね。ギラついてるっすね。やっぱ音、キャラ変するんだったらさ、はい、アメリカはこういうの好きだから、こう開けて金のネックレスと金の時計みたいな。ああ確かに好きそう。これこれいこう。ロイベね。ロイベです。今日初めて聞いた単語だったけど。え、本当ですか。でもミキルさんアミリとか好きそうですね。 そこかかってるやつ。はい、こっちの方が全然俺タイプだわ。これやっていくわ。こっち行くわ。こっちですか。こっちで行くわ俺。これいいくらい。それ可愛いっす。それ誰用ですか。俺用だよ。俺用だよ。俺用だよ。キャラ変してくれたらこの辺行かないとね。ハリウッド。これやばいっすね。これ、もうギリ。これでさっきのコート着たら。そう、普通に。なんか。落ちてきそう。ミケルさん、アミリが好きなんですか。これいいね。お、いいっすね。なんか加工デニム。好きっていうか今日初めて知ったんだけど。好み、この見た目が。なるほどなるほど。これこういうさ、格好してる女の子が好きなんだよね。ああ、なんかストリート系というか。ストリート系っていうか、まあそうだね。そういうなんか韓国美人系の子がこういう格好してるとちょっとね。ああ、確かに。これとかもかっこいい。28表記です。次29表記になっちゃうんですけど。おお、いいっすね。ちょうどいいですか。はい、ちょうどいいです。じゃあこれね、やっていきます。履き心地がいいわ、これ。え、お揃いってことですか、ガイド。そうそうそう。あ、そうだ。そういうのあんま気にしない。今、会うことないからね。その一緒に会った時に一緒だと嫌だけど。確かに。あとなんだろうね。いや、でも、もう買いの自分だと思いますけどね。買いすぎだと思います。あ、ね、わかんないですけど。まず値段と相談してみる。まず値段と。今いくらぐらいいってると思う。いや、100いってると思う。あ、そうですね、ね、スキーみたいな感じですね。スキーね、多分、ミクルさんすごい金額いってますよ。マジミクルさんの買ったトレーナー20万ですよ、まずミクルさんのトレーナーが20万ですよ。まず1個で。なんか企画変わってますもしかしてぼったくりの店じゃないですか。違うし、違います。違う、決してぼったくりではないです。めちゃくちゃいいお店です。俺が服知らないからってぼったくりない。そんなことないです、大丈夫です。計画しない。計画しない。水量入ってない。入ってないです。バックゼロです。まあさ、俺たちみたいになってくるともう欲しいものあんまないよね。あー、なるほど。その世界ちょっとまだ僕らには分からないんですけど、買ってます？なんか自分のもの何か買いました最近。家とかそういうレベルですか。いや買ってないね。あ、時計買ったか。リシャールミルって知ってる。あ、知ってます。めっちゃ高いですよね。いくらしたんですか。何千円ぐらいだった。どうしたな。多いんじゃないですか。合わせて150万です。おー、いいっすね、いいっすね。えぐっ。じゃあ、こちらで。じゃあ、じゃあ、じゃあっていう金額じゃないですけどね。ありがとうございます。あ、失礼します。じゃあ、買いに言ってもらうだけでしょ。そうですね。いや、これは喜ぶと思うんです、かなり。持ってる説ないよね。いや、ないです、大丈夫です。それは絶対大丈夫です。じゃあ、いい。なんと、はい。あの、ネビアンさんからのご好意で、はい。買いにプレゼントしてくれるという。対象もありよりファンです。いいんすか。はい。ありがとうございます。ちょっとお待ちします。ありがとうございます。消
大森と戦うときに記者会見であれを着てこう。あれ着てったら絶対バズるっすよ。ショコパにああいうの着てくる、ね、着てる着ていつも着てる。なんなら対抗してかぶせに。マクレーガーも昔ああいうの着てきて記者会見用に買ってきたんだわ、ね、あれを着るの忘れてたんだ。そのもあるはずそんなことサイズ M と L なんですけど、でもでかくいきましょうよ。でかくいきますか、はい、L ぐらいの方がいいです。 L の方がいいですね。 L で確かにL でちょっと。いやこれは目立つよ。これはすごい。いやいいんですか。あこれすごいよ。アメリカは美しそうだ。いやスターっすよこれ。これ着てたらドフラミンゴなんすよやっぱ。いやでもいいっすね。ジョーラにこれいいね。ジョーラにネックレスにこれでいい。ああ素晴らしい。金ネックレス。ウキュリさんに合ってますね。絶対着ないけどねこれ。そうだったら。いや僕は大丈夫です。多分ありがとうございます。ラウンジの女の子にツイッターで書かれる。ウキュリさん変な衣装で。ラウンジ行くんすか。ラウンジでもたまに行く。結構漏れます、ね、え今すでに12、3センチ今10センチ。せいやくんにあれを買おうかみたいな話を今してました、ね、これめっちゃ漏れるじゃないですか。でもこれでももうすでに10センチアップ中なんだって。でただのおっさんに俺でさ20万のプレゼント何にもない日でした。いや俺せいやに10センチアップのやつ3足あげたんだよね。4足ってあげたんだ。優しいじゃん。優しいですね。なんもないのに。なんもないけど、なんかいきなりせいやが深刻そうにさ、YouTube で俺に相談してきて。で、なんかトルコで500万で、なんかもう足を切断して伸ばすみたいな。手術、骨延長手術を本当にやりたいみたいな。で、じゃあ、身長気にしてる人多いから、そういう人のためにドキュメンタリーってずっと追うから、その代わりにクラウドファンディングして集めようって。言ったら、コメントが、えらいぐらい大批判で絶対やめとけ、せいはそのままがいい。でなんかそのたまに失敗すると足が壊死して切断になるんだって。170センチにする予定が120センチになるらしい。ポテトになっちゃうじゃん。だからやめた方がいいよ。かわいそうだから買ってあげたんだよ。一番センスの伸びやさよ。一番最高のもうこういうのになっちゃいます、ね、これ何センチ伸びます。いやー20までいかないですけど一番漏れそうですけどね。せいやこれどう。でもせいやこの服装が絶対悪いんですよ。でも70万ぐらいするんですよこれ。70万。すいません、ありがとうございます。じゃあちょっとすごい。これをねまた船で夜僕の方で対談取るんで、ヨネマリンさんのクルージングを借りて、なんでこれその時に渡したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れです。今日はね、なんとお兄様からお呼び出しがありまして、送られたね、住所にね、来たらね、なんとね、海なんですよね。なんか港なはい、多分どっかに行くんすかね。わかんないですけどね。多分船に乗ってどっかに行くんじゃないですかね。ってことですね。か、なんか壮大なドッキリで。確かに最近ブレイキングダウンのあのえぐいドッキリ。あ、絶対これあるよな。ブレイキングダウンのドッキリやられてる可能性もある。海に落とされるんじゃないかな。いや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 。さすがに試合前のね、うん、俺にそんなことはしないと思いますんで。うん。まあでもなんかやるみたいですよ。うん。一応取れるかどうかわかんないですけど。とりあえず、ね、回してみましょうということで。どこにいるのかな、もうすでにいるの怖いね、それすらも分かんない、ね、あの久しぶりじゃない？ YouTube コラボする。そうだね、 YouTube の。でもこの間サブチャンで一瞬回出てなかった、ミクルさんの。ああ、そういうのチャンネルに ね、 でもこっちの YouTube ではないでしょ。そうだね、めっちゃ久しぶりだね。はい、じゃあ何が始まるのか分かんないですけどね。はい、行きますか。じゃあ俺船初めて乗るかも、こういう感じで。え、前タイにも乗ったでしょ。あ、そっか、乗ったわ。やば、落とされそうだぞ、マジで。なんか悪い人がいそうじゃない。なんかいいな。いますね。はい、第一国。第一国来ました。あ、ヨネさんだ。ヨネさん、お待たせしました。お待たせです。え、これ飛び乗るってことですか。なんかドッキリですか今日は。いや逆にこっちが来たいんだよね。
50分遅れですね、すみません。いろいろありました。今日は何をするんですか？今日は、はい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 、ちょっと遅れて来られて、ね、気分悪いけど、すいません、続きでね。はい、続きで。じゃあマジで警戒してきたな、今日。結構、ゆめさんの船やつ、すげえ。あ、ここに置いてあるんだね。すごいっすね。おー、面白い、面白い。でも、警戒、命かかってますから、今日、警戒。警戒入ってもらってさ、こっち側バーベキューのあれを見てくださいよ。お、すげえ。ちゃんとヘルシーな感じで。じゃあちょっと素晴らしいです。会チャンネルでね、大森くんと斉藤くんにお願いされて誕生日プレゼントを買ってほしいと。マジ？いうことでまずこれ一つ目開封してもらおうか。ありがとうございます。マジで。まず。ちょっと開封してもらおうよ。そう、ちょっと今日突撃でね、お願いしたのよ。みぐるさん、この時期が、この時期が来ましたよ。この時期はいいんだけどさ。マジ？一回これ開けてもらおうか。ガチプレゼント、ガチプレゼントになってるやん。おー、来てもらおうか。すごいじゃん。これは確かにスーパースターの感じの。一応次関東じゃねえかって勝森と戦う時の記者会見でこれを着てほしいってことで、店側からプレゼントです。店から。そう、これヌビアンさんにプレゼントしてくれたの。はい、マジ。そう、勝森を。そう、いいね。でも選んだのは一応みぐるさんだから。一応ね。マジ。そう、勝森にはかぶせてね。今日のファッション。おい、なるほどね、こいつ。サトルやん。いやいや、カイオマリー。なんか、ちょっと店長さんのおすすめは裸にゴールドチェーンでそれらしい。なるほどね。まあでもさ、これが USC に行くってなるとやっぱみんなこういう感じだから、そうそうそう、ちょっとやっぱ日本だとシンプルすぎるとちょっとね、海外ではちょっとだいぶ地味な感じになっちゃうから。そうそうそう。でも裸に筋肉レスだったらちょっとね、雰囲気出ますね。雰囲気だいぶ出ると思う。まあでもね、チャンピオンになればもう何でもありですから。うん、何でもあり、何でもあり。確かにね。タグだけちゃんとね、切らないと粉もとりがでしょ。いいじゃないですか。あったかい。これお店側のね、プレゼント。この記者会見は見れるといいですね。確かに。まず実際に勝たないと。勝ったらね。そしてですね、こちらが、俺と大森くんたちで選んだ誕生日プレゼント。マジ？めっちゃあるやん。これマジ？こんなある？サンタさんみたいくれるやん。ちょっと買いすぎたか？いや、買いすぎっす。マジ？ロエベ。そう、最近海がね、ロエベハマってるってことを一応伝えた、はい、てはいたんで。はい、これはいいですね。これ第一ボタン開けて、で、金の時計で、ね、エロい感じで。マジ？めっちゃ買ってくれてるやん。あれ、これ前欲しかったやつだ。そうだよ、見てたよね、それ。はい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 、マジこれ高いよ、めっちゃ高い。めちゃくちゃ高いですね。大盛りに半分はめられたんだ。はい、マジでめっちゃあるよ、まだ。これもあれじゃない？ロイじゃない？そうだよ。これも前見てたやつだ。こっちかっこいいよ、これ。ちょっと着てみてよ。大盛りが欲しいとこですかね。そう、それ俺が。これいいよね、これかっこいい。それいい。マジでそれ結構デカめに着るやつらしいです。店長さんが言うには。これ結構ファッションあって、まあ、これ完璧じゃないけど。いいじゃん。おお。なんかそう、いい、めっちゃちょうどだね、サイズ。これいいね。ちなみにだけどね、後で動画見てもらうと分かるけど、みくるさんもバチバチ買ってたからね。いつもだよ。そう、いつも。いつも。100万近く自分の方買ってたから。待って、でもめっちゃこれね、これはね。あ、これね。これね。ね、いいね。開ける順番が完璧だな。いいですね。これ、今日のファッション合う。確かに。完全にね、茶色で。茶色で。これめっちゃおしゃれだよ、この靴。これ。俺と色違いの遅かったよね。持ってるやつ、そう。色違いね。この色好きよ。俺が買ったのよ。仲良すぎるから。あ、そう。今日同時に、みくるさんもそれの色違いを今日買ってんの。いいね。じゃあ、これで。これで入場します。全然お揃いに反応しないやん。入場できない。全然お揃いに反応してくんない。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。すいません。結構いいサプライズだったんじゃない？これは優しいですね。ありがとうございます。これは嬉しい。ちゃんとなんか欲しいものが
まあ、大森くんがね、いてくれなかったらこれは買えなかった。いやいやいや、そんなことない。ニクルさんチョイスなんで。ということで、続きはやっぱり朝倉みくるチャンネルってことでね。切り返しすごい雑だ。いなくなりながら。じゃあちょっとかえ、あのこれはありがたいです ね。いや、めっちゃいいよ。めっちゃ嬉しいね。これから使えるやつで結構欲しかったやつ、本当に大森がちゃんと伝えてくれたんで、これは。まあまあまあ、でもみくるさんがね、選んでくれたよ、一応。よし、今日はこれでいきましょう。はい、これいいよ、今日のファッション。めっちゃいい、めっちゃいい、ちょうどいい。はい、これパンツもね、ロエベですからね、たまたま、偶然にも完璧です、はい、じゃあちょっと、実はこういうサプライズをね、昼間から撮ってたんですよ。そういうことだ。そうそうそう、してた。そう、してた。そっか、そういうことだ。そう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 、ということで、つなぎのあれを、じゃあそうですね、続きは、続きはミクルチャンネルで、ミクルチャンネル、はい、プレゼントバイヨネマリンで。 ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。続きはミクルさんのチャンネルで。ありがとうございます。